下克上はできないのでしょうか。頑張れ、いける。前回くるみさんがおっしゃられてた通り、タッグは仲がいいだけじゃダメみたいです。お互いがライバルとして切磋琢磨し合っていかないといけないんだと思います。なので一旦私とキュウリさんは対戦する必要があるのかもしれません。びっくりした、一旦解散とか言うのかと思った。なんかライバルとしてっていう。あ、なるほどね、はい、また。じゃあ来週あのちょっとシングルかタッグはちょっと参戦メンバーにもよるんですけど、ちょっと対戦する方向でカードを組みますので、はい、はい、26日のコラビオンホール大会のメインってリボンタッグと
IC クロスインフィニティ選手権どっちなんですかね。どっちも選手権試合だからタッグが別にメイン立ってもおかしくないですよね。そっかさん、どっちがセミでどっちがメインかっていうのをいろんな形でアンケート取りたいと思います。今日のアンケート、道場マッチのフリースペースにどっちがメインがいいかっていうのを書いてください。でこれだけで決定するのはちょっとあれなので、ツイッターとかあとはあのメールとかちょっといろいろな方法でアンケートを取ってお客様に決めてもらおうと思います。はい、いいでしょうか。はい、大丈夫です。皆さん